それじゃカウント始めんぞ。ごめんごめん。4、3、2、1、ゴないぜ、凌介。あいつを本気にさせると怖えってことはつくづく分かったぜ。東道塾の実力が昔より落ちてるんじゃないか。いや、それはねえな。俺にだって東道塾の OB に知ってる奴が何人もいる。さっきの5万系は歴代の塾生の中でもトップ3に入るって言われてる奴だ。わずか1ヶ月であの猛者たちと互角以上に渡り合えるほど成長しているのか。プロジェクト D のドライバーは、まあここからじゃほとんど見えねえけどな。レールが繋がってるからここにしたけど。やっぱ普通にギャラリーに行った方が良かったな。
闘の速度からでも再加速が半端じゃねえ。バリア制御が効いてんのか。手強いぜ兄貴、どうすっかな。ついてこいよ。俺の仕掛けたトラップもう始まっているんだ。東道塾のいやらしさを見せてやる。大輝の仇は俺が取るぜ。200系と大出力電動機の組み合わせは大正解だった。描いていたイメージ通り、重い構成車体に超多段バーニア制御、全連動車編成のおかげで粘着力不足に陥ることはない。上り勾配をグイグイと引っ張るこのトルク、重量の影響がコーナーリングでもろに出るのが何だか、ジャジャ馬ぶりが実感できてかえって面白い。ついてこいよ。東道塾のいやらしさを見せてやる。はっ、バカじゃねえのこいつ。
OB のスーパーリスも焦ってたけど、大輝が負けちまうほどの相手ならヒルクライムも苦戦してんだろうな。いや、酒井さんなら大丈夫だろう。俺が負けた最大の理由は油断だからだ。相手のレベルが高いと分かっていればそれなりの対応ができるよ。そうだな、序盤から決めに行くだろうな。だとすれば今頃は顔つきが変わってるだろうな。結構不気味なんだよな。俺一回酒井さんの戦場で見たことがあるけど、集中力高まってテンション上がってくると目がつぶらになって口元が引きつり、坊主頭から鹿の角が生えてくるんだぜ。俺が見た時は目が二つに口が二つ、手が一本に足六本だったぜ。俺はやっぱり最後に苦いお茶が一杯怖いぜ。全員バラバラじゃねえかよ。どんな謎の生き物なんだ酒井さんは。っていうか落語が混ざってねえか。よし、整理しよう。あ、そうそう、もうちょっと目が。口元はもっと引きつった感じ。ふむ、なるほど。悔しいです。それでついたあだ名がスマイリー酒井って、なぜか。スマイル全然関係ねえじゃん。とにかく、その時の酒井さんはバカッパ屋だよ。すげえハードル上げられた気がする。普通ですんません。
210F が8200に食いつかれてるぞ。本気出しても逃げれないのか、あの酒井が。いや、駆け引きはうまいし、何でもできるからな、酒井が。絶対何か企んでるだろう。百戦錬磨の東道塾の代表が立て続けに二人もやられるなんて考えられねえよ。散り込んでる地元はすげえと思ったが、ようやくつかめてきたぜ、こいつのリズムが。いいドライバーだな。俺のラインとタイミングをうまく掴んでついてくる。だがそれが命取りだ。ぽっかりと口を開けた落とし穴がお前を待ってるぜ。
いい判断だ。しかし時すでに遅し、応答性に優れた電気指令式であっても立行からブレーキ、そしてすぐ立行への急激な操作では致命的なタイムラグが発生するんだ。青いな。コーナーリング中のフェイントは東道塾同士のバトルでは日常茶飯事なんだ。こんなのはほんの挨拶代わりだぜ。クリーンにスピードを競うだけがバトルじゃない。敵のリズムを狂わせるための駆け引きを駆使するのが東道塾のバトルだ。勝つためにはいろんな技術があるってことを覚えておいた方がいいぜ。酒井さんは前を走りながら後ろの車をコントロールするのがうまいと、まるで背中に目があるかと思うくらいだ。いいリズムに乗せておいて、いきなりとんでもないオーバースピードでグラインドコーナーに突っ込んだりするからな。コースに慣れてないやつだ。あれやられたらひとたまりもないぞ。確信犯で突っ込んだ方はそれなりに修正効くけど、知らないで突っ込んじまったらもう何をやっても間に合わない。よほど運が良くて脱線、悪ければ田んぼか雑木林にくっさり投函だ。栃木田舎だし、うん、だってね、茨城の回しもんかっこんやろね。
行くな、そっちじゃない。戻れ、戻ってくれ。ついてくる。気のせいじゃねえのか。徐々に近づいてくる。しないで直取りできた。真横向けたまま登りのアプローチを駆け上がってきたぜ。ここをあんな風に突っ込むやつ見たことねえ。頭おかしいんじゃないのか。ガチンコのバトルで使う技じゃねえぞ。なんか俺らここにいる意味なくねえか。帰るか。絶対逃がさねえぞ、東道塾。まさかあれを立て直すと、人間離れした運動神経だな。東道塾のメンツにかけても負けられない。何が何でもこのままゴールするぜ。We'll be right back.
こんな最終盤でも引き離せないなんてありえねえぜ。頼む酒井、このまま逃げ切ってくれ。完全に食いつかれたか。だけど今はこの方が駆け引きや有利に使える。ペイントに見せかけてドリフトで頭を強引に抑える。そのまま突き放してフィニッシュだ。悪く思うなよ、今の俺は勝ちにこだわらなきゃいけない立場なんだよな。走ればなんてこともないこのコーナーが、まさかこんな形で重い構成者の弱点ともいえる上りの低速コーナーが出現するとは。しかもこれでは加速体勢が取れない。強引なライン取りが裏目に出た。ちょっと進路を開けろ。ほっとけ、頂上地区。